こんにちは、道野光平です。今日もセットやっていきたいと思います。もうドライある程度終わった状態なので、生え癖直すことだけやってスタートします。これ使います。くるくるドライヤー、パナソニックの EHKN97。 何でもいいです。でもでもう8割9割乾いた状態で、最後に温風のやつでゆっくり放射状に溶かして、生え癖をある程度直しております。スタイリストを変えるのは良くないですか？そんなこともないです。その、ただ続けていくと続けた良さもありますけど、変えるのがダメとか良くないとかも特にはないです。で、ざっと生え癖直しました。今日はじゃあ軽くストレートアイロンを使ってストレートタッチのふんわり、カールは特に入れない感じでいきます。アイロンはもう簡単です。設定温度は120度でいつも通り。生まれつき M 字なんですけど、ジェットモヒカンとかできますか？まあどこまでそこを気にするかにもよるし、ここの幅にもよりますけど、できなくは全然ない。ブリーチなしでもハイトーンにはできますか？ハイトーンを何というかにもよりますけど、基本男の子は厳しいと思った方がいいです。ブリーチなしは。アイロン入れていきます。アイロン今日はもう全部縦で入れるだけです。こういう入れ方はしないで、もう普通にこうやって抜くだけ。あとはもう放射状に。でこの時のポイントが、ボリュームを落としたいところに関してはあんまり寝かせず持った状態で、浮かせないで持った状態で、根元ギリギリから縦に入れるだけ。逆にボリュームを出したいところはこうやって持ち上げて根元から縦に入れるだけで、これはあくまで放射状のルールをずっと守ってもらう感じです。放射状に。でなんとなく欲しい束分ずつ掴むように。今日に関しては若干太めでいきます。アイロンしても髪が言うことを聞いてくれないんですけど、すぐ取れたりします。カットによります。アイロンがつきやすいように切ってもらうことは可能なので、アイロンの跡がか。増税前に買おうと思っているものありますか？それで腕時計買いました。増税と意識はすごい強かったわけじゃないですけど、どうせならその前に買いたいなみたいな。まあ年齢の件もありますし、カバーが細くなりすぎるんですけど、どうしたらいいですか？それは軽くされすぎてるかも、もしかしたら。オーシャンのスプレーは土曜日発売ですよね。そうです、土曜日。放射状って何ですか？サーカスのボールみたいに、ピザ切るときみたいに、傘みたいにっていう感じで、真ん中つむじ中心にそのままこういうライン。スプレーどこでも買えますか？どこでもは買えないです。ロフトだけ。地方で買うにはロフトだけ。オーシャンまで来れる人はオーシャンの店舗でも買えます。あとはロフトのネットとオーシャンのネットとフィッツのネット。もう後ろも全部一緒です。そのまま縦に放射状に挟んで抜くだけ。
で前髪だけはちょっとこっちに流したいので、掴んだら流したい方がアイロンの根元になるように、溶かすじゃないや、挟んで入れるだけで、流れを作りましたと。あとはこのふんわりのまんまで固めちゃいます。これで、で前髪もう普通にスプレーしちゃいます。でちょっと指つけて、このパラパラした毛を撫でるだけ、前髪は。で根元指入れて立ち上げて、まあどっちの方法でもいいです。下から入れても上から入れてもやりやすい方で、で根元にスプレー。まずアウトラインから作ります。トップでこの耳の上、ちょっと持ち上げたまんまスプレー。あとはこういう影をこうやって指を入れたらちょっと上に上げるような感じで影作ってスプレー。束を作るというイメージよりは、指を入れてここのできた影を固めちゃうっていうイメージ で、この時はちょっと大きめに、ボリューム出しすぎちゃったかなぐらい、後で抑えるの。もう全体シルエットできたら拭いて押さえる。でもしつけすぎちゃって質感硬くなったって人は、ちょっとこれで手でほぐしちゃっていいです。そうするとこうやって細かく、ほぐれるので、よりふわっとさせたい方はつけた後にほぐしちゃって大丈夫。それでもこうやって白いのが出てこないので、粉が、粉出ませんが、粉出ない、まあ、めっちゃめちゃつけすぎちゃったら出るかもしれないですけど、今ぐらいつけても別に出ない。特に僕の場合髪暗いんで、出たら目立つと思うんですけど、多分見えてないはずないので。前髪の比率は何対何ですか？今8対2ぐらい、今日は。日によって変わります。でも最近耳かけセットされますか？短いんでしてないです。かかんない、かかんなくもないか。テンパで、難毛で、細毛で、ボリューム出ないんですけど、どうしたらいいですか？まあ、癖が気になるんであれば、宿毛矯正しながらボリュームを出してしまう。この時期におすすめのパーマは何ですか？この時期というよりはもう最近だいたい緩いスパイラルオーダーばかりです。梅田のロフトには売ってますか？多分梅田くらいの大きさだったら売ると思います。ロフト3000店絶対どの店舗にもあるとは、もうこちらは管理してないので、ロフトのまあ問い合わせ電話をしてみてじゃないとわからないと思います。なのでちょっとお手数ですけど、電話してもらって、まあ、自分が行くであろうロフトさんに電話してもらって、土曜日オーシャントリックのスプレー入荷しますかみたいな聞き方をすれば、多分取るか取らないかは分かってると思うので。オーシャンのスプレーは女の子でも使えますか？使えます。で、女の子の場合、多分スプレーして固めた後にほぐしを入れた方が可愛くなるかなと思います。コテで巻く前にシュッてしてもいいですけど、まあやったとして、コテで巻いてグリーンってカールが入るので、カールが冷めたらブラシで溶くみたいな感じの方がいいかも。使い方的には溶いた後にもう一回軽くスプレーするのも全然問題ないです。
23日大阪店行くのですが、スプレー売り切れそうですか？タイミングによっては。ただいつものスプレーよりも全然多めの発注をかけているので、ちょっと初動がどれぐらい動くかこちらも予測ついてないので、いつもよりは多めで用意はしてますけど、どれぐらい売れるかにもよります。スプレーの購入制限はありますか？それは特にはないです。ダメージ出ているときは切るしかないですか？切るしかないです。ダメージを直すという点で言えば、ただダメージがありつつ切りたくないという方はトリートメントなどをして、そのダメージなくすことはできないですけど、扱いやすくして、忍ぶ。全国同時でスプレー発売ですか？いや、怪しいかも。もしかしたらその配送の関係で遅れてしまう店舗ももしかしたらあるかも。ロフトさんに確認しないと分かんないです。ブリーチ毛へのパーマはどれくらい持ちますか？持ちに関してはかけ方次第というか、そのブリーチ1回だからこのダメージっていうふうに決まってるわけではないので、まあ、もともとの髪質もあるし、あとかけるときに、まあ、なるべく還元を進めて、なるべく軟化を抑えてかけてもらえれば、その分持ちよくなったりもしますけど、ブリーチ毛のパーマは本当に知識がしっかりある方じゃないと軟化かなりさせてしまうと思うので、取れるというよりはだれるが早い。今日はどこのシャツですか？今日はサンローランでは営業7分前なので、またやるときにやるので、ぜひ。あ、そうだ、フリーランスの美容師さんの件に関してもちょっと集めるだけ集めといて喋れてないので、まあ、それもまだ動画撮れてないので、撮れるときに撮るのと、もしかしたら YouTube ライブにするかもしれないです。その時は、まあ、美容師さんとか美容師目指している方はぜひ見ていただけると、まあ、僕もわからないことあるので、実際その場に美容師さんいれば聞けることは聞きたいなと思うので、ご協力お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。インスタ、ツイッターもやってますので、そちらのフォローもぜひお願いします。